疲れた体痛い疲れたでも大丈夫でもやっぱりダメみたいだちょっと応援して応援はい、OK です。悪いけどさ、別にこれふざけてんじゃねえんだ今回のこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア2018今年のシリーズの中で一番面白かったって G1 クライマックスより面白かったって俺とこいつらで言わせてやるよ。だからさ、もっとみんなで楽しもうぜ。Tonight wasn't a fair fight. I'm jet lagged. It took me 45 hours to get here. And then what? It took Takahashi 30 minutes to drive. It's not fair. Tonight I let one slip. But I promise you, that would be the only one slip. Because nothing, nobody will stop me from winning the best of the Super Genius. Mina, これが決勝戦だ。ああ、優勝した。完全に優勝した。俺は本気で勝ち取ったんだよ、優勝は。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア2018の俺が勝者だ。え？違う？え？違うの？おい大悟さんだ、おいおいおい、これが一つ目かよ。どっかでおい飛んじまったのか。なんだこれが一つ目だと。こんなきついのか、スーパージュニア。こんなきついのか。こんなに体が痛くて苦しくて、でもやめられないんだよ。楽しすぎてやめられないんだよ。すごいよな、プロレスの力って。こんなに痛くてこんなにきついのにやめられないんだよ。自然とまた試合がしたくなるんだ。恐ろしいな。まあ俺が言った通りだよ。俺たちでもっとみんなで楽しもうぜ。